はい。今回は、共産党と強いつながりがある二刀夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。えー、様々な疑惑を持たれている共産党と強いつながりがある二刀夢野さんですけども、えー、デマ疑惑、偽造疑惑に続いてですね、今度は、捏造疑惑ですと。<laughs> まあ、疑惑というかもう嘘だってバレてますけどね。<laughs> 捏造をしましたと。え当セコせこいやつですよね、本当にこいつは。 今回はですね、TBS とタッグを組んでですね、バスカフェが妨害されているような演出をわざとしていまして、被害者面をしていますので、紹介していきたいと思います。腐ってますね <laughs>、えー。今回もですね、新宿歌舞伎町が舞台になっているんですけども、まずはですね、こちら TBS の記者の方のですね、ツイートを紹介します。本日は国際女性デー2023。 今夜、新宿で行われるフラワーデモを取材させていただく予定です。No means no が当たり前の社会になりますように。 すべての性暴力被害者の方々に連帯しますっていうのでですね。えー、この日ですね、まさかの、えー、3月8日ですね、えー、水曜日8時から、夜の8時からっていうのでですね、バスカフェをやってる曜日とも重なりますし、時間とも重なるわけですよね。<laughs> なんでこんな遅い時間にやるんだっていうのでですね、もう本当迷惑極まりない奴らですね。この、この手の奴らもう本当に迷惑の奴らしかいないですよね。うん、こんな夜遅く騒ぐなった話ですよ。こんなでも普通 20時かかかからやるかと思いいますけどももなんかいかにもで、すよねなんかでそんな場所にですね、今回 TBS も行くぞと、取材に行くぞと言ってるわけですよね。で、もちろんですね、TBS といえばサンデーモーニングじゃないですか。サンデーモーニングといえば二頭夢のですよね。<laughs> 見事にですね、新宿歌舞伎町で、えー、コラボしますと。えー、こちらですね。新宿で行われたフラワーデモ。 スタンディングで静かにプラカードを掲げていた参加者が突然複数の男性らに妨害され安全上の理由で途中で切り上げる事態にコラボバスの前にも現れ妨害活動をしている人たちとのこと。国際女性デーの夜に繰り広げられた残念なシーンの一部刺繍をカメラに収めたというのでですね。 え、こうやってですね、妨害だー残念なシーンだって言ってるんですけども、実はですね、これ、TBS にこういう映像を撮らせるためにですね、二刀夢のがわざと作り上げた妨害だったということがですね、バレてしまいますとえー、もうですね、この嘘、偽造、捏造、すぐにバレることですね、そろそろ気づいた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、いやー、気づけないんですよね。 えー、この日はですね、TBS の取材が来るぞーつってですね、TBS にバスカフェが妨害されてる映像とか、今更あかねさんたちが、あ、悪者なんだーみたいなですね、そんな映像を撮らせないといけないっつってですね、熱造をしてしまいました。まあ、このグルになってる TBS 記者もどうなのかなと思いますけどね。えー、こちらですね、二刀夢乃さんのツイートになりますけども、刑事告発宣告をされてですね、おとなしくなっていた二刀夢乃さん、久しぶりにですね、被害者面のツイートをしました。えー、こちらちょっと紹介しますね。 今日もバスカフェへの妨害がひどく、私が恋がけに出た途端、30人ほどの男たちに囲まれて、税金改正とつきまとわれ、触られたりしました。あまりにもひどい妨害でしたが、その場にいた警察に助けを求めると、どこがストーカーなの <laughs> そりゃそうだろうと言われました。ひまさらやなるからお金をもらっていると話す妨害者っていうのでですね。 え、まずですね、この上の2つの動画なんですけども、これですね、そもそもバスカフェじゃないんですよ。いつもバスカフェにやってくるコロアキさんいますよね。えー、コロアキさんもですね、新宿歌舞伎町で活動しているわけですけども、そのコロアキさんのところに2頭ユメのがですね、自分から言ってるんですよ。<laughs> TBS の記者連れてですね、自分から言ってるわけですよね。 で、こちらですね、ちょっと地図でお見せしますと、新宿区役所、えー、バスカフェの活動場所がですね、ここになるんですけども、えー、一方ですね、コロアキさんが活動しているエリアっていうのが、まあ、ここの大久保公園という公園を中心に、この辺り、ずっとこの辺り、結構広いんですけども、えー、この辺りで活動されていますと。 で、先ほどの映像ってですね、この、東方シネマズ新宿って書いてあるですね、この辺り、もうほんとこの辺りの通路で撮影がされてるわけなんですけども、二刀夢めさんとコラボですね、コロアキさんに対してバスカフェから、えー、600メートルの範囲に近づくなーとかっつってですね、弁護士使って指示をしておいてですよ、自分たちからコロアキさんにですね、これ近づいてるだけなんですよね。<laughs> 自分たちから人の活動エリアに入っていってですね、えー、こうやって妨害されてる、妨害されてるーとかっつってですね、えー、言うわけですよね。 もう自分たちから近づいたらですね、そりゃ絡まれるに決まってるじゃないですか。これ自分たちから絡まれに行って、被害者面の映像をですね、TBS に撮らせてるだけなんですよね。こちらですね、コロアキさん側の仲間のですね、動画をちょっとお見せしたいと思います。説明説明バスカフェなんてないですよね、どこにも。<laughs> バスカフェじゃないんですよね、ここ。

ま、このようにですね、別にコラーキさん妨害してるわけでもないですし、自分たちからですね、これ、コラーキさんの活動エリアに入っていってるだけなんですよね <laughs>。 全然妨害されてる、バスカフェの妨害を全然されてるように見えないんですけど、どこがバスカフェの妨害になってるんでしょうかいやー、なんか被害者面するのもそろそろいい加減にした方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。で、見事にですね、不正についてですね、聞かれるわけですけども、もう説明ができないと、人件費ですね、引っ込めたんだよとかって言うけど、<laughs> いや、引っ込めたらいい問題じゃないだろうっていうふうに思いますけどね。チューチューするのに失敗しただけだろうっていうふうに思いますけどね。 不正しようとして失敗しただけだろうというふうにしか思えないですけどね。えー、こちらの動画ですね。えー、いいねとリツイートしておきたいと思います。で、動画がですね、もう二つあるんですけども。 こちらがですね、警察官の方をですね <laughs>、あの、撮影してるもうひどいですよね。警察官の方別に被害を与えてるわけでもないのに、警察官の方をですね、ずっと撮影、あの、ストーカーしてですね、撮影してるわけですよ。これはですね、まあ、警察官の方が、そのコラボを守ってくれないと、自分たちから、その被害ら、被害者面をするための動画を、こう、作り出してるだけなので、警察もですね、それはあの、助けるわけないじゃないですか。<laughs> 自分たちから、こう、コロアキさんに絡まれに行ってるので、いやいや、それ、セクハラでも妨害でも、 ななんででもいいいじゃんっていう話じゃゃってう話すかだから警察は助けないんですけどもその助けない警察をずっと撮影してですね警察に対して嫌がらせをしているというようなですね動画になりますと。 で、最後の動画がですね、こちらがですね、この二刀夢野さんがですね、熱蔵して作り出した熱蔵妨害活動がですね、ひまそらあかねさん、それから相方のですね、なるくんにお金をもらってやってる活動だっていう風なですね、映像を撮影しようとしてるんですよ。えー、ひまそらあかねからお金をもらってる、なるからお金をもらってるとかっつってですね、コロアキさんはお金もらってない、違いますって言ってるのに、あの、国からもらってます、東京都からもらってます、って <laughs> <laughs> えー、そうやって言うんですけども、それをですね、ひまそらあかねさん、なるくんからお金をもらってるっていうようなですね、えー、ことにして、こう動画を撮影してるわけですよ。で、こういう動画を撮影して、えー、ひまそらあかねからお金もらってるぞ、なるからお金もらってるぞ、っていうのをですね、まあ、こうやってツイートしたりしてるわけですよね。まあ、嘘を拡散してるわけですよね、いつも通り。まあ、どこまで嘘ついたら気が済むんでしょうかね。まあ、今までですね、ひまそらあかねさんや、あの、皆さんにですね、いろんな証拠を突きつけられてですね、この二刀夢野さん自身の嘘がですね、どん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  バレててしまってるじゃないですか <laughs>、えー、同じようにですね、自分たちも何か証拠を見つけて、まあ見つけてというかですね、自分たちで何か証拠を作ってですね、偽造して悪者にしてやろうっていうふうにですね、やってるわけですよね。もうまたまた嘘の証拠を作って被害者面をしているだけというですね、<laughs> もうほんとせこいやつですよね。うん、まあこういう人たちってですね、一生治らないんでしょうね。 ま、こんな奴らにですね、若年女性守れるわけがないですよね。まあ、こんな団体にですね、もう税金流すなよ、というふうに思いますけどね。で、嘘をついてるのはですね、二刀夢のだけではありませんと。こちらですね、アンバサ弁護士こと、中川拓弁護士のですね、ツイートを紹介します。弁護士まで嘘をついていますと。二刀さんが30人ほどに囲まれたのは、貴殿がバスカフェに突してきた時とはまた違う話です。貴殿がバスカフェに来たのは、21時15分頃、 二藤さんが書いている男たちに囲まれた出来事は20時20分から40分頃の話起伝はコロアキ氏に同行してきていたので私が説明するまでもなく事情はご存知のはずですねっていうのでですねいいやいやそもそもですねこちらコロアキさん側ですね4人しかいなかったですよって言,う言ってるわけですけども4人しかいないのにですねいつの間にかこれ30人いたことになってるんですよねさ弁護士まで嘘をつくと、まあ、こいつの給与もですね税金で払われてるわけですよねコラボを通して、まあ、税金 ってですね。こんな嘘つきを養うためにあるんでしたっけ？違いますよね。いやーほんとなんかここに税金流すの。そろそろやめやめてほしいんですけどね。この税金が止まったら、またアンバーサー弁護士体調悪くなるのかな？<laughs> 仕事を失って体調悪くなるのかなうーん。いやー30人ってですねこれそこら辺歩いてる人までカウントしてますよね今までもそうでしたもんねスカウトの人数売春してる人の人数も嘘ついてましたし、えー、新幹線に乗るとですねその場にいた90人がですね自動回春者に見えたりですとかもういろんな意味でですねこいつ大丈夫なのかっていうですね薬やってないとこんな幻想見えないと思うんですけど <laughs> まあそんな感じなわけですよねいやーほんとひどいやつらですねまあコラボの代表者だけではなく ですね弁護士まで嘘をつくというですねほんとひどい団体ですよね、えー、それではですね今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思います、えー、まずはですねこちらのコメントですあなたが真っ当ならこんな目には合わない火のないところに煙は立たないんだよ そんな逃げたり無理やり証拠作ったりしないでしっかりと説明しなよっていうのでですね。まあそうなんですよね。何も疑いがなければですね、こうやってみんなにですね、こう批判されないわけですよね。それを説明すればいいだけなのに説明もしないでですね、私たちは被害者ですって言ってですね、被害者面をし続けるわけですよね。 で、それが限界に来るとでですね、嘘ついてですね、えー、被害をですね、捏造し始めるというですね <laughs>。被害の捏造をする前に、まず証拠を説明しろよって話ですけどね。いや、そこはなんかできないんですよね。はい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。批判されている内容の、えー、証明ができないみたいですけども、そこはですね、何か証明できない理由でもあるんでしょうか本当だからなんでしょうかはい。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 コラボが本当に嘘つきだったことを今日初めて確認したコロアキくんたち4、5人しかいなかったしテレビ局が2名ほどこんなどうしようもない嘘つかなきゃいけないぐらい追い詰められてるってコラボ真っ黒じゃんっていうです。<laughs> そうなんですよ。嘘ついて何か捏造しないとですね、もうやっていけないぐらいもうかなり追い込まれていますと。まあ、刑事告発宣告もされてますからね。<laughs> 領収書もそれは隠すわっていう <laughs>。女性え、若年女性に渡した領収書、それは出せないですよね。うん、刑事告発宣告されてますもんね。はい。で、こちらの映像を見るとですね、確かにですね、30人もいないんですよね、うん。コラボ側を入れて、まあ15人とか多くても20人も、20人もいないですよね。うん どこに30人いるんですかね <laughs> 全然30人いないですけどね。全然いないですよね。コラボの人たち合わせても30人いないですよ。だってこれ。どんだけ嘘ついたら気が済むんだって話ですよね。はい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。え、続いてはですね、こちらのコメントです。8000円のご飯食べさせて仲良くすればいいのに、ってなでですね。ははは。 若年女性にも8000円払えるわけですからね。大人のコロアキさんにもですね、8000円渡してですね、一緒にご飯でも食べた方がいいんじゃないでしょうか <laughs> ちなみにそれは税金使えないので自腹でお願いしますと。貯金たくさんあるらしいので、そのお金をきちんと使ってくださいね。ま、そのお金も今までの税金貯めてるだけというようにも見えなくもないですけどね。え、こちらですね、いいねしておきたいと思います。はーい。 えー、皆さんですね、今回、2、え、等、ー、夢野さん、ついにですね、追い込まれて追い込まれて、もう逃げ場がなくなってしまいましたので、自らですね、被害者面をすると、被害を捏造し始めてですね、話をそらそうと、えー、するわけですけども、皆さんですね、このような嘘ばかり、捏造ばかりするですね、2等夢野さんについて、えー、皆さんどのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。あとですね、こちら、ツイッターブルー、ついにつけてみました。どうでしょうか <laughs> どんな効果があるかあれですけども、ちょっと、うん、試しにつけてみました。 はーい、えー。今後もですね、ツイッターの方もよろしくお願いします。というところでですね、えー、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で